てんだろ。スキーに来ました。2年ぶりのスキーでね、ちゃんと滑れるかちょっと心配なんですけども、まあ、とりあえずね、エリミさんに誘われたのでね、来ました。もう全部エリミさんがやってくれるからね、ほら、このね、スキー板とか、この、ま、いろいろありますけど、全部貸してくれました。で、今回はね、滋賀県の一番北、もうほぼ敦賀みたいなところです。予報っていうところですね。エリミさん、ありがとうございます。はい、滑ってます。でね、こっちは滋賀県で、あっちは福井県。そう、で、ここは県境。ほら。これ敦賀の町、ちょっと見にくいけど、これ敦賀でね、でこれが海。今回のスキーはね、2年ぶりでね、これ、あ、今おならしちゃった、あー、音入ったかな、わかんないけど、2年ぶりでね、最初ね、やっぱちょっと怖かったけどね、すぐに慣れました。まあ、10分、20分滑ったらもう慣れたな。やっぱり人間ね、覚えてるもんですね、これね。もう普通に行きますよ。ハの字でね、ブレーキでね。で、あと、まっすぐで。まあ、皆さん知ってると思うんですけど、スキーって一回打ったことあるでしょ、誰でもね。そうそうそう。はい、あゆりみさんもいますけどね。2年ぶりに連れてきてもらいました。もう、えりみさんに誘えなかったら、スキーなんか行くの絶対ないですからね。これ全部えりみさんに借りてますから、これ。はい、ちょっと行きますよ。よいしょ、取れるかな。ちょっとこれだいぶなだらかだからね。こうやって行けでしょ。おー、びっくりした。後ろからエリミさんが、結構迫力満点。おー、あんま触ってないかな、わかんないけどね。で、怖いな、ここ。向こうドーンって行きそう。大丈夫か、これ一応。おー、ほらほら、滑るでしょ。ほらほら、滑ってるでしょ。うまくはないけどね。おー、ほらほらほら。おー、あ、この方ね、エルミさんのお友達ね、この黄色の方。あ、エルミさんも走ってる。おー、うまい。うわー、すごいな。くるくる回んない。どうやんな、あれ。エルミさん、ほんとうまいからね、スキーね。おー、いや、いや、これもね、やっと今ね、あー、雪投げてきた。あー、うわほらほら、これだいぶね、余裕が出てきた証拠だわ。危ないか、これ。あんまりね、やっちゃダメですけどね。よしよし。いいね。天才そんな顔。天才なのに。うまい人がこけてはるわ。天才スキーやスピードが遅いぞ。ジャンプ。はい、天才でした。で、晩ご飯はこれ、近江牛のすき焼きです。なんか近江牛ってね、日本三大和牛の一つらしくてね、これめっちゃ美味しかった。まっさか牛、この前食べましたけどね、それとほぼ同じ味って言うとも過言ではなかったですよ。これね、生で食べるやつ美味しかった。近江八幡名物赤こんにゃくもありました。今日のホテルはマリオットです。今まではね、ホテルのレビューとかするときもね、結構激しい感じでね、なんかキャーとかワーとか言ってたんですけどね、まあ、今回はちょっとね、落ち着いたレビューしてみようかなって思いましてね、ちょっといつもと違うね、落ち着いたドスコイでちょっと行こうと思います。まずこれ、入り口ですよね。自動ドアがあります。はい、で、部屋の中はこんな感じ。ちょっと落ち着いたドスコイがね、あまりにもつまんなくて、ナレーションでもう一回撮り直してます。はい、まずベッドが3つ置いてあって、枕が2つ重ねて置いてあります。なんでこれいつもね、枕2つあるんでしょうね。1個でよくないですか。まあ、2つあった方がなんかいろいろ自分でカスタマイズできるのかな。
うん、でまあ布団もね、まあ綺麗ですよね。やっぱりマリオットですからね。ここはもともとね、なんか違うホテル、なんかその保養所、会社の保養所かなんかわかんないけど、なんか違うホテルだったんですけども、そこをマリオットは買い取ってね、で、まあ、マリオットになったそうです。だからちょっと昔のねホテルの面影がところどころにあるんですよね。で今あのちょっとなんか暗い景色映してましたけども、そこからあの琵琶湖ビューですよね、レイクビューの部屋です。でここね、すごいのがこれ部屋の中にね温泉湧いてるんですよ。これあの何かけ流しでね、もうずっと出続けてるんですよ。もうこの部屋に初めて入った時点ですでにもうお湯がずっと流れててね、ジャーってなって、ここも温泉の匂いめっちゃしてます。これ良かったですよ。これがまあこのホテルの特徴なのかな、このマリオットホテル琵琶湖のね。はい、ってことで早速素裸になりました。はい、全部脱ぎました。今日ね赤い靴履いてきました。これね紐靴のようで紐靴じゃないんですよ。横にねまあなんかチャックがあって、まあまあそれはいいんですけどね。はい、でこれね、あさっき言ったようにずーっと地球からね吸い上げられたお湯がそのまんま流れてるんですよね。まあそのお湯、その地球からねその吸い上げられたままの温度ではないと思うんですけどね、ちょっと冷やしてると思うんですけど、でねこれね向こうから丸見えなんですけども、一応これあれ今ねエルミさんの姿見えました。そう、あのエルミさんでフレンドリーだからねひょこって見に来たんですけども、あこれねもちろん閉めることはできます。ただドスコイはこの時点ではどうやって閉めるのか分からなかったので、もうちょっと開いたままもうあの入ってるんですけどね、あの他 の, あのエルミさんはちゃんとねあの閉め方分かって閉めてましたよ。うん、もちろんね、うん、でこれねお湯がまた出てると、でドスコイね、あの地球がね温めたこのお湯というか水も、まあ、お湯ですけどね、お湯がねずっと出てるっていうのがね本当不思議でしょうがなくてね、はーってずっとね、さっき言った落ち着いたドスコイ、面白くない落ち着いたドスコイでねずっと喋ってるんですけどもね、うん、でそれをまたナレーションで撮り直してるんですけども、はい、でね、はい、向こうにね、まあ、シャンプー類ですよね、があのなんか浮かんでるように見えますけどね、うん、で横にこうシャワーヘッドね、まあ、これであの体を洗ってね、うん、できます。まあ、綺麗ですよね。うん、だ前マリオット買い取る前は もっとね汚かったんでしょうね。でこれねここに手をこれをねあの掴んでヒュイってね起き上がりますよね、うん、その方がまあ起き上がりやすいっていうか、うん、おじいちゃんおばあちゃんとか泊まってもまあいいんじゃないですか。ほらヒュイね、これいいですよね。うん、で今引き続きねあのお湯は出続けております。はい、朝になりました。ここの部屋角部屋だったんですね。壁がなんかありますよね。でこれね目の前のレイクビュー、琵琶湖です、レイク琵琶。その向こうに見えるのが雪がかかった山です。雪山めっちゃ綺麗じゃない、これ日本の景色じゃないみたいですよね。まあ、長野県とかね、まあ、北国の人からしたら、いや、山って普通こうじゃないと思うかもしれないですけどね。まあ、ドスコイが住んでるところはね、まあ、関西の、まあ、やや南の方なんですけども、そこの人からしたらこの景色はやっぱりね、そう外国みたいに見えます。で、これ、朝ごはんです。そう、人は起きてすぐご飯を食べます。それが朝ごはん。で、これね、コーンですよね。あバターと一緒になんかね、バターの味付けがしてあって美味しかったですよ。で、これ、まあ、ハムですよ。ベーコンとハム。で、これ、あの、ハッシュドなんとかですよね。で、シーフード。これ、シーフードがね、これ欲しかったわ。そう、滋賀県ね、海ないのに、これ、湖で取れたやつじゃないですよね。で、あ、なんか出てきたけども、これね、オムレツです。そう。琵琶湖じゃなくて、その、滋賀県のローカルの、地元の野菜を使った、なんかね、あの、オムレツですよね。で、これ。これチーズ3種類。このチーズ、いろんなチーズ置いてあるのがね、マリオットっぽいですよね。そう、高級ホテルっぽいわ。ゴルゴンゾーラとね、チェダーとなんとか。あとこれ、大見米。そう、最近どうすこいね。この前新潟行ってから、なんかお米にね、すごいなんかこう、こだわりっていうかね、なんかお米が特別なものに見えるっていうかね。で、これね、フルーツです。そう、いろんなフルーツ。そう、これもなんか高級ホテルっぽいっていうかね、メロンがあるのがやっぱマリオットって感じしますよね。まあ、マリオットっぽいっていうか、高級ホテルっぽいっていうか。で、これなんかでかいお皿にこれだけのしますけどね。これなんかね、なんていうかこれ、なんかクリームチーズと、なんかハムとね。で、この下のなんかなんじゃないけど、なんか、何らかの小麦粉かなんかで作られたものですよね。これもね、美味しかったりして、これ巻いて食べるんですけどね。そう、ほら、美味しそうでしょ。いやー、いい、美味しい、美味しいお昼ご飯、朝ご飯。あ、すいません、取り乱しました。即興のナレーション難しいですね。ちょっと練習今してるんですけどね。で、これね、窓からの景色めっちゃ綺麗じゃないですか。うん、あの、部屋の景色、部屋からの景色よりも、この食堂っていうか、食堂とは言わないか、こっからの景色の方がいいですよね。んで、向こうはね、まあ、引き続きやっぱり山の上にね、あの何あの雪が積もっててね、綺麗ですよね。で平地、その平野にもね雪がいっぱい積もってます。でこれね目の前そのまあレイクビューですよね。で
そこにね、なんかマンションみたいなの建ってるでしょ。そのマンションね、レイクとレイクに挟まれたすごいところですよね。ここに住んだら水に困ることはなさそうですよね。で、そのね、左の方になんか橋かかってるでしょ。あれ、琵琶湖橋だったかな。あれ、結構革命的だったと思うんですよね。あれがあるのとないのと全然違うじゃないですか。でね、その橋の手前に今、ズームしたところにあったのがね、ピエリ森山です。この廃墟モールで有名になったところですよね。でも今は復活して、めちゃくちゃあの、もうお店山ほど入ってます。でね、この橋の向こうにね、マンションがいっぱい建ってるの見えます？ちょっと見えないかな。マンションいっぱい建ってるんですけども、そこがね、カタタっていう町で、この湖の向こうの世界、古島、古生どっち？古生だったかな？この北の方、あの、琵琶湖の北の方で一番大きな町だそうです。知りませんでした。マンションいっぱい建っててね、新快速も止まって、なんかサンダーバードも一本止まるか止まらないとか、なんか聞きましたね。あ、でね、さっき触れた湖と湖に挟まれたマンション、目の前のマンションあるでしょ。あれね、リゾートマンションだそうです。ってことは別荘として使う感じですかね。この前、エリミさんにね、和歌山の別荘に泊まらせてもらいましたけども、まあこれもそんな感じなんですかね。いや、いいな、こんな湖がパーって目の前にね、広がる別荘、いいですよね。マリオットレイクビワ。チェックアウトしました。で、またエリミさんの車ね、この黄色い車、今ちょっと右下に見えたでしょ。これに乗ってまた大津というか、滋賀の町に繰り出します。で、これね、さっき触れたピエリ森山ですよね。の横通ったので今撮ってるんですけども、ほら、めっちゃお店入ってるでしょ。もっと廃墟モールとは思えないです。はい。で、浜大津の港から琵琶湖の遊覧船に乗りました。この琵琶湖の遊覧船だとね、ミシガンっていうのが有名なんですけども、今ね、閑散期でね、ミシガンなくてね、まあちょっと小さめの船なんですけども、それでね、南湖、琵琶湖ってね、南湖と北湖に分かれるんですけども、そのうちの南湖を一周する船に乗りました。南湖だけだとね、1時間ですね、一周ね。あ、で、これね、琵琶湖、滋賀県か、滋賀県で一番大きなビルです、高層ビル。おー、これ何だったっけ、ワシントンホテル、違うわ。まあ、プリンスホテルだったかな。あ、これ泊まってみたいな。目の前、これね、琵琶湖ですもんね。いや、絶対気持ちいいわ。ちなみにね、琵琶湖はね、一周200キロ。うわ、すごいね。やっぱり空飛べたらいいね。この子たちはね、ロシアから来たそうです。空が飛べるから、ロシアからね、その、何、気軽にここに来れるんだわ。4000キロぐらい、うわ、すごい。でね、この子たちはいいけどね、これ見て、これ。この子。この子なんかね、滋賀県が飼ってるらしい、ガーコちゃん、ガチョウのガーコちゃんらしいんですけどね。この子飛べないです、多分。飛べないですよね。かわいそう、ほら。で、なんかもう、この子の家みたいになっててね、ほら、わしの家何の用だ、みたいな感じで、こう、立ってるの面白いよ。ねえ、この子だけ飛べないですよ、これ。飛べんのかな？飛べんのか。すごい。だから、飛べないからこれ買えるんだな。ああ、かわいそうだな。すごい、さっか、それ、格差ね。この子以外の鳥全員飛べんの、この子だけ飛べないですよ。いや、めっちゃかわいそう。もし自分がね、この子だと、もう、うつ病ですよ。みんな飛べていいな、絶対思ってるわ。鳥なのにね。あ、でもそうか、この、池の上をこうやってね、こんな感じで移動はできるのか。あ、それならいいな。でもこの子さっきからずーっとあそこでね、ずっと超えるんですよ。最後に2年前に琵琶湖バレーにいた時の映像をどうぞ。これも動画出てるので、もしよかったら見てみてくださいね。リンク貼っときます。で、この時ね、もう地面が凍りついてて全然ブレーキ効かないんですよ。でもこうやってね、こけまくってね。2年前の動画の方がね、こけてるドスコいっぱい、見れます。で、完全におじけついちゃって、もうね、こけすぎてもう怖くなっちゃってね。もうやばいでしょ。で、すぐにまた、ドッテーンでね、最後諦めて、もうほら、もう転がってでしょ。もう無理だわ。でもスキー板で滑れないって言って、これね、最後これアザラシです。で、やりました。あと今回一緒に行ったパラサイトさんも動画出してるのでね、もしよかったら 見に行ってみてくださいね。多分ドスコ出てると思います。